で次エドール、その試合あります。団結して絶対勝ってシーズン4を締めましょう。 OK、 よろしくお願いします。今の言葉だと、はい、守備と攻撃がすごく分かれてるよね。はい、そうですね。練習の中でトレーニング方法ってどういうのが多いのかなと。今日お疲れ様でした。まず、2連勝ということで本当にお疲れ様でした。もうみんなナイスプレー。まず本当チームとして戦えたってこと、クリーンシートにできたってこと、あと複数得点できたってこと、もう本当自分たちが、まあ、沖縄キャンプで一応ね2試合で1失点とかいうのは設けてたけど、自分たちが想定していた以上のものを結果として残したので、もうそれは本当にみんなのね、チームワークと一人一人の努力のおかげだと思うので本当にありがとうございます。とは言っても今日それぞれに課題もあったし、いい部分もたくさんあった。まあ、いい部分で言えばね、翔平だったりウンパだったりハードワークしながらで攻守にねいろいろ絡んでくれたし、あそこのやっぱ守備の部分でのハードワークっていうのは肝になるから、あそこの球際行かないとやっぱ後ろがねきつくなってしまうというところ、あそこもすごく良かったと思うし、まあね、中盤の前目の選手だったら翔ちゃんとかさ、拓也とか、まあ慶吾とかね、あの空間で、まあ、慶吾とか何シーンかこう前向いてっていうのはあったと思うけど、あの空間で仕事をどうやってできるかっていう、やっぱバイタルエリアっていうところ、何度かね失う部分もあったけど、やっぱあそこをどうやって、まあ、レジェンドチームの選手たち見たら分かると思うけど、あのバイタルのとこうまいよね、ワンタッチでかわしたりとか前向いたりって、あれを何度できるかっていう、そこがミッドフィルダーの価値にもなってくるし、それでプラスアルファ、まあ、得点っていうところ、まあ、慶吾は見せてくれてたけど、やっぱそこもね継続してやってほしいっていう、目指してほしいっていうところ、あと守備ライン、ほんと声出しながら体張りながら、まあ、ゼロ失点ってことは素晴らしかったと思うけど、2戦目で、まあ、危ないシーンっていうのはあったと思うけど、あれがやっぱ決定力ある選手たちだったらね、失点に直結してしまう。だからその本当ピンチの数もそうだし、それを極力減らしたい。あと人にプレッシャーいけるまでのポジション取ってほしい。きつい時間帯だからこそのリスクマネージメント、何度も言ってるけどリスクマネージメントだし、あそこを寄せ切ることでもっと体勢が悪くなったりとか、もっと可能性を減らしたい。だからそこはもうね、勝ったからこそ厳しいことはあえて言いたい。みんなには高みをこれから目指していく上で、どんどん質が上がってきたらそこをクオリティっていうところを求めないといけないから、みんな言い足りないぐらいだけど、でも本当でも成長する姿は見せてくれました。だから俺だけじゃなくてレジェンド OB 福田さん含め、わチームになったねっていう、本当みんなが口揃えて言ってくれてたのね。だからそれはすごく嬉しかったし、いや戦う集団になったねとかチームになったねとか強かったよとか、まあでも一番そのやっぱチームとしてこう戦えたっていうことがすごく成長だと思うし、いやこれは続けてね、ウィナーズとして活動を続けていく上で本当に継続していきましょう。はい、OK、で次エドール、その試合あります。これねシーズン4最後だから、みんなでしっかりとね団結して絶対勝ってシーズン4を締めましょう。OK、 じゃあ各々コンディションには気をつけて、しっかりと持ち帰った課題っていうところをやりながら、まあ日々過ごしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。大阪ですけど、今日は何を、はい、そうですね、まあ、今回は僕個人の監督業としてのスキル伸ばしたいということでご指導してもらいに来ました。どなたですか？まあ皆さんご存知の方なんですが、風間八尋監督になります。
今後なんですが、まあ、エドール戦があって、まあ、その先には夏の大会があるので、まあ、そのために、まあ、僕個人監督としてのスキルを伸ばしてミナーズをより強化したいというところで風間さんにご指導いただいて個人を伸ばすためのスキルだったりチーム戦術を強化するための練習のメソッドも含めて限られた時間なんですが、まあ、風間さんからたくさんのものを学んで吸収してしっかりと僕自身が僕個人が成長できるように学んでいきたいと思います。すみません、本日よろしくお願いします。大沢でございます。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。ようこそ、お願いします。あの今回ちょっとあの、はい、伺わせてもらったのも、まあ、僕そのウィナーズで監督をさせてもらってるんですけど、はい、ちょっと監督としてやっぱこのウィナーズが今沖縄合宿これ終わったばっかなんですけど、うん、すごく選手たちが頑張ってあの強化してくれて、はい、取り組んでくれていい成果も上げられたんですけど、まあ、監督としてのその個人を伸ばすってとこと、うん、戦術面の部分でしっかりとチームを強化していくっていうところで、うん、監督としてのスキルを伸ばしていかないといけないので、まあ、ちょっと風間さんの考え方だったり、はい、今までのキャリアの中でどうやってこのチームに落とし込んできたかっていう部分で、はいはい、ちょっといろいろと学びたかったので今回時間作ってもらったんですけど、この沖縄合宿でその僕の、まあ、テーマとしてはやっぱりその、まあ、風間さんはもうその自分たちがボールを保持して相手を動かすっていうところの、うん、アクションしてのサッカーっていうところで、僕もやっぱりそのリアクションサッカーじゃなくてアクションしたサッカーをしたい、自分たちからボールを保持しながら人もボールも動く、うん、動かす中で相手にはこの穴を作って、うん、でその中で人も連動しながら動かしてこうゴールにより多く結びつくっていうサッカーを見てるものをこう見てる人も楽しいという、うん、まあ、その中でまあそのちょっとざっくりはしてるんですけども、相手の陣地でとにかくサッカーをしようっていう、うん、でそのためのビルドアップで作り方の中で、まあ、相手が2枚だったら3枚に落としたりとか、うん、そのビルドアップの形でじゃあポジションをしっかり取っている中で、うん、じゃあ少しそのロングボールじゃないですけど、うん、相手の裏を作って使っあのついて起点を作ってからそこからあの相手陣地でサッカーをしようとか、うん、何個は提示はしてテーマを持ってたんですけど、うん、そのアクションをするサッカーをするっていうところでどういうこの時間、まあ、チームを作る上で、うん、風間さんだったら逆にどういう作り方をするのかなっていうところが僕すごくあの聞きたいところで、じゃあこう攻めるとしますよね、はい、こう攻めるとしてこっから一番に考えるのか、はい、ここ一番に考えるのか、ここ一番に考えるのか、はい、ここの中が一番に考えるのか、相手のね、はい、どういう順番つけますか、これだったら僕はそのチームを作るんであれば、はい、守備の時はこっちですね、うんうん、守備の時はやっぱゴールを奪われないというところで、はい、こっちを考えるんですけど、はい、でも多分これ矛盾してるんですけど、うん、こっちでサッカーするためには守備もこっちから考えないといけないっていうのは自分でもちょっと理解はしてる部分なんですよ、うんうん、今の言葉だと、はい、守備と攻撃がすごく分かれてるよね、はい、そうですね、はい、で守備のイメージは多分ができてると思うんだけど、はい、でも簡単に言うとじゃあこういうのよくあると思うんだけど、はい、取りに行ったことでポコンって開いちゃったら、はい、ここなくなっちゃうよね。そうですね。大変なんだよね、はい。自分たちがここまでボールを持ってくれるんであれば、はい、それはここで成立するよね。ね、守備が、はい。だけどここまで運べなきゃしょうがない。はい、じゃあどういうふうに組み立てていくかって言ったら、こうやって組み立てていくと、はい、これ普通の順序みたいで、なんか正しい感じするでしょ。はい、でもこれやると結局マニュアルに全部戻されちゃう。あ、なんでここを覚えないと。ここで相手が10人いたとしても、はい、ここを崩して点取れますよ、はい、ここを崩せますよっていうことを答えを持たないと、うん、これやってったら全部返される、返されると、はい、相手だからやっぱりそこのところ、そうするとここをやった時に初めてこういうじゃあここの回数を何回にしようか、はい、で何回するってことはだんだんついてくるよね、うん、はい、そうすると今度はこの時にじゃあここの時間どんくらい長くなったかで守備が変わってくるよね、はい、やっぱり自分たちが主導、どこのサッカーでも当たり前のことなんだけど、はい、やっぱりボールを持っている人たちに意思があるっていうことだよね、はい、だからそれを今すごく簡単に失いすぎてるから、はい、これが一番の武器で一番の意思なんだけど、はいはい、この意思を簡単に相手に渡してるから、はい、相手が上手くなったらそうはいかない、そうですね、そう、はい、だからそういう意味ではやっぱり反対に言ったらここのところ、はい、どうしたらフリーになってシュートが打てるか、簡単に言うと何本シュートが打てるか、はい、でもそれじゃあどうしたらフリーになるか、うん、それ技術を突き詰めていくとそれになる、はい、そうなった時にでも実際試合やったらここ全然上手くないから、はい、
ここまで来れませんよ。でもそれはなんでやっていけばいい、はい、でも簡単に言うとこことここ、はい、だから今言った点取られたくない、シュートされたくないって言ったのはここだけで、はい、シュート防ぐことだけ、それからここでシュート打つことだけ、はい、そこから一番にしても全然あとはついてくると思う、はい、それ考え方ね、はい、それは俺はそういうふうに考えてるんで、そこの時にやっぱりここを指導者として、まあ、指導者としてって選手の番でもいいんだけど、はい、要はここの中で本当に場所を探してもないから、はい、技術によって人がスペースだって見えてくると、はい、人が外せばそこが全部スペースなんで、はい、だそういうふうにやった時に今度は自分の頭の中で技術を落としていく、どんな技術がどんくらい あのなんだろう 秒数でやれれば、はい、そうすればそれは比較的たやすいかなっていうこと、それでそれからこうゲームを組み立てていく、うんうん、そういうあの那須さん自身の考え方でそういうものを作っていけば、はい、もしかしたらこっちかもしれない、こっち3回行けばいいっていう人もいるよね、はい、それは別にいいと思う、はい、その時に何を第一優先するか、うん、今だからやり慣れてきちゃったから、はい、チームみんなが、はい、前の方がなんか勢いがあったなっていう感じはすごくするのね、はい、今はみんなやることがどんどん決まってきて、はい、そうするとそれは何かって言ったらみんなが描いてる絵じゃなくて、うん、違う絵で固まってきてるような気がするのね、だからみんな あのベンチもそうだしこの中の声も聞いていれば、はい、みんな守ることしか言わないから、はい、それだとなかなかいけないし、うん、前は結構言ってて、はい、そのためにねあれしたけど、でも多分入れられちゃうから少しこう整えていこうっていうので、はい、と思うんだけど、あんまり片方に言い過ぎると、はい、選手はそうなるから、まあ、だからその辺が今ちょっとあるんじゃないかなっていうふうには思います、はい、まあ、僕にはちょっとおこがましいけど、いやいやもうあの僕もその攻撃の部分っていうところが、はい、見てる人も多分楽しいのは絶対こちらで得点回数を多くしたりとか、はい、アグレッシブなプレーというか、まあ、守備的も攻撃的な守備もするにしても、はい、前からこう取っていくっていうところだったり、まあ、風間さんが今やっぱ今までいろんなチームだったりとか、まあ、指導されてるのでやっぱり相手陣地でボールを動かすっていうのが非常に多かったっていう、はい、その中でやっぱりそのシュート回数も多かったですし、うん、だからこそ、まあ、あのこっちでサッカーをしたいっていうか、点を取るためのサッカーをしたいっていうので、うん、まあ、そのやっぱり僕の練習のこの、まあ、その引き出しもそうですし、うん、まあ、まずはちょっと考え方っていうところで、あの風間さんからちょっとお聞きしたんですけど、ちなみに、うん、あのプロと、まあ、大学もあるじゃないですか、はいはいはい、そこはやっぱちょっと違うんですか、作り方っていうのは。違わないですよ。一緒ですか、考え方。よく見てなきゃいけないのと、はい、人もそうですし、それから例えばグループの中で誰を最初動かすとチームっていうのは前に行くのか、はい、まあ、僕 あのやり方は例えば一番今できない子にできるようにするよりも、はい、一番できる子にどんどん課題を与えていくと一緒にこう流れていく、はい、やっぱり一つは、まあ、それとそのチームのそれぞれの雰囲気とかがありますよね、はい、雰囲気っていうか、はい、いっぱい足りないものが、はい、そうするとそれを一回いやこれはあの2人の議論じゃないって、はい、当たり前のことだっていうことをしっかり伝えなきゃいけない、はい、そうすると意外とみんなが常識だと思ってることは、はい、全然常識じゃないって山ほどあるんですよ。で俺らの言うのはその2人で議論になってこれはこうじゃないああじゃないって言っちゃなくて、はい、止めるってこういう定義だよって、はい、で運ぶってこういう定義だよって、はい、でこれ以外はミスにしようってなったら、しかもそれが一番早いっていうものを出すわけですよ、はい、言葉に落として。そうするともうその議論はない、はい、それ以外ないですよね、うん、でそのとじゃあその秒数でやれるかやれないかみんながからってんで、それが目が揃ってくると今度は個性が出てくる、うん、だそういうところで何かこうなんだろう感情に訴えかけたりそういうことじゃないです、はい、だから当たり前で絶対のことをたくさんこう積み重ねて理解して、それはでも実際理論で分かったとしても、はい、足でやるものっていうのはものすごい難しい、はい、そうですね、だからこれはできるだけ簡単に理解させて、はい、一番は回数をやらなきゃ、うん、だからそういう意味では終わってからの僕はいつもどこでもそうだけど自主トレの時間を長くしてる。練習はすごく短い、はい、でこっちで自主トレの時間を長くする、そうすると明確にみんな分かってくる、それをしないと。だから今一緒に練習できないって言ったけど、はい、それをその何回のかのトレーニングの中であの理解させればみんなやれるところでやれるよね。はい、そうですね、はい、そうすると多分次会った時にまた目が合うと思うし、うん、そういう意味ではそこを目を揃えていくと、うん、多分このパズルじゃない、はい、ちゃんとしたもっと臨機応変にできる正確な
組織が生まれてくるんじゃないかなというふうには思います。ちなみに今ウィナーズとして、うん、まあ、442ではやってるんですけど、はい、よくいろんなフォーメーションってあると思うんですよ、うん、それはその選手に合わせてやるのか、風間さん その今までのスタイルの中でそこを はめ込むというか、うん、そのやりたいサッカーに、まあ、442とか352とか、うん、いろんなフォーメーションあるじゃないですか、うん、まあ、そこのちょっと考え方というか、どうそのフォーメーションも含めて考えてるのかっていうのをちょっと、フォーメーションってね、距離だね。あ、選手間の距離。そうだから、例えばこの間に全部入れちゃったら、はい、アイテム入れちゃったら、そしたら相手のシステムなんか成立しないでしょ。はい、そうですね、はい、そうするとどっちが早くプレーができるかってことでしょ。あ、そうするとあんま関係ない。うん、ただその時にその速さを この距離の中でやるため、はい、あるいは例えばこの幅もそうだよね、はい、この中でやるためにどこのポジションに置くとその選手が生きるかっていうのは多少あると思う。そういうことを考えるけど、はい、最初システムに当てはめていくことはあんまりしない。あ、そうで、だから簡単に言ったら技術が上がっていくとそのスピードの差ができるからシステムではないと。だから442でもこの中に自分らのやる範囲に、はい、例えばこれがいつもこの範囲しか攻めずに、はい、この中でやったら、はい、多分前からもすぐ取れるよね、はい、だからこの中の大きさイコールスピードになる、速さになる。でも速さでもこの中で結局それがゆっくり見えるか速く見えるかは毎日のトレーニングだから、はい、そうすると1週間では解決できないわけ、はい、その積み重ねがあるかないかになってくる、うん、どんな距離でサッカーができるか、うん、でそうするとそれがイコール速さで、そうするとその中でやるために必要な技術を、うん、で、だから俺が言った最初言ったここで、はい、例えば10対10やったとしても、はい、シュートまで持っていけるとか、うん、そのイメージをこっち側につけていくと、はい、だんだんこうできてくる。なるほど。あの選手たちにはやっぱりすげえ可能性あると思うし、そうですね、はい、だから一つずつそういうことを丁寧にやらしていくと、はい、さっき言ったみたいにボールが止まらずに取られたのが何回あるか、はいはい、それで運べずに取られたのが何回あるか、うん、それから蹴ることで取られたことが何回あるか、はい、めちゃくちゃ多いね、はい、だからそうするとそれを全部高めていくと、うん、今やってることだけでも全然質が上がってくるでしょ。なぜかといったらボールは失わなくなるから、はい、そうですね、そう、直すことは山ほどある、はい、でもそれほど見てそういう課題を改善するのも難しくはない。あ、うん、ありがとうございます。まあ、そのためにっていうか、まあ、まあ、手段として、まあ、一応フォーメーションだったりボールを運ぶっていうところだったり、うん、いろいろあると思うんですけど、そのトレーニングのところでその風間さんがこう選手たちに、そのやりたいサッカーというか勝つためのサッカーをするための練習の中でトレーニング方法ってどういうのが多いのかなと、その個人戦術伸ばす意味でもとか、まあ、だからボールがないトレーニングはほとんどない、はい、それからあとは対人がないトレーニングはほとんどない。あ、だからそこはそういうことですね。やっぱりたくさんさんだけ、はい、だからトレーニングだけでは絶対不十分でしょ。はい、そうですね、はい、そんな簡単にできない、はい、でしかも絶対成功するなんてありえない、はい、でも例えば俺はいつも手で考えるのね、はい、じゃあ一番正確にやるのは例えば手だったらボールもう取った瞬間にずっと周り見てられるよね、はい、でも足だとどうって言ったら、はい、やっぱり不安だよね。そうですね、違う、はい、ってことは何かっていうと自分のいつも触ったらここに正確にボールが1回で静止できる、はい、でここに置いとけば要するに一番遠くにも蹴れるし次の瞬間すぐに運べる、はい、自分の位置これを正確に持ったとしたら、はい、手に近くなるよね、うん、でそれが今度は蹴るまでのモーションが決まってるから速くなる、はい、そうすると時間がそれだけでもの格段と違う。あ、それから相手ももちろん飛び込めない、はい、だから本当にその定義っていうものをしっかりする、うん、で運ぶとしたら次の足が必ずあのボールを触れるところ、はい、なおかつ方向を変えれるかそのままパスもできる、うん、でそういうところにしておくとそれ以外はミスっていうことにしたら、はい、例えばそこのスピードで今度は動く方もなるよね。そうですね、はい、そこでボール止まったって、はい、蹴るまでどのくらいかかりますかってなるし、はい、そういうところを揃えていくと、うん、そうするともうトレーニングなんてそういうものが見えてれば、はい、どんなトレーニングでもいいのよ。あ、それは正確に。そうするとただあとはじゃあ回数をやらそうと思って、はい、自然に一番簡単なトレーニングになるよね、はいはい、でも実はそれが一番難しいっていう、
そういうところになって、それをだんだんこう選手たち の, そのなんだろう揃い方、はい、あるいは成長の仕方によって、はい、今度は多少変えていくこともあるけども、うん、でも原則的には変わらないでしょ、うん、だからそこを突っ込んだ動きの中でも当たり前で、はい、じゃあボール回し一つやるにしても、はい、止まらずに捉えたらお前何やってんのって言ったらみんな分かるでしょ、はい、そうですね、ただ自分で止めればいい、うん、だそういう目をみんな揃えてやると、うん、揃ってくる。そうするとみんな秒数が揃ってくる。そうすると特別外すのが上手い選手は、はい、そこでそのタイミングで外せる。あでこっちであの蹴るのが上手い選手はそこでいける、はい、あとは見るものも全く変わってくるんで、うん、そういうものをするだけで、だからまだ宝もういっぱい持ってると思う、はい、ビーナーズもそうですね、だからそういうところに気づくといっぱい起こってると思う、はい、宝物が。だからそういうところで簡単に言うと正確性がやっぱ正確性を上げないと時間が全部あの出てきちゃう、はい、それをすごく思うんで、はい、そういうところを丁寧にやっていくと本当にその止める蹴る運ぶってもう1セットだから、はい、まあ、手でやったらあの野球で言ったらグローブ取りました、はい、見ました、持ちました、投げますじゃないじゃない、はい、もう取りましたでここまでが取りましたでしょ、はい、止める蹴る一緒だから、はい、サッカーとその位置を作らなきゃいけない。あとちょっと僕が個人的にやっぱいろんな監督でこう指導させてもらって、はい、監督によっては本当に定義が違ったり、はい、考え方が違う、はい、中でそのスモールコートでもちろんそのタッチ数制限したりとかやるゲーム形式にしてもいれば、ちょっと大きいサイズにしてわざとフリーの状態を作って、でフリータッチでそこのフリーの判断をこう促す監督もいたりとか、そのまあいろいろこの意味合いが違うと思うんですけど、風間さんの中でまあゲーム形式にしてもそういう対人にしてもそれをその広いコートでやるのか狭いコートでやるのかとか、そういうのって決めたりされてるんですか、その時間を奪うのかとか。なんかなんだろう、ここの時間っていうのは今言ったけどやり方とか枠で見ちゃってるよね。はい、そうですね。じゃなくてこの選手たちなんで、例えば最初はあのなんだろう、じゃあ7対3をやりましょうっつってパッて見たら、おい、ゴジア3対3じゃねえかって、受ける選手いねえじゃねえかとか、はい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 、ね、いっぱい無駄があるわけよ、はい、でしかも止まらなかった。でも、はい、普通にやってったらもう8対4で、はい、ワンタッチでも取れなくなる、まあ、そうですね、っていうのは、それがさっき言ったみたいにそういう何かっつったら、はい、技術をどこまでこだわれるかで、それによっていろんなものが変わってくる。うん、そうなるとトレーニングはどんなトレーニングでもいいよっていうふうに俺は思うんですよ、はい、すごいあの、うん、すっとこう、あの腑に落ちたというか、今までのトレーニングが理解ができましたと。ありがとうございます。いえいえ、せっかく来たんで、じゃあグラウンドでいろんな練習見てってください。はい、すみません、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。圧倒されてます。はい。今までやっぱプレイヤー目線でずっと自分の中でちょっとこうインプットしたものを自分の思い描く理想というところでアウトプットしてきたつもりで、まあ、もちろんその、まあ、選手も座っている部分もありながら、でも自分でもちょっとクエスチョンもありながらっていうので、でもそれがなんかこう今まであの自分で監督はこういうもんだって今は多分作り上げてる段階だと思うんですけど、それで選手たちにどう感じてもらうかってところだったんですけど、風間さんの話聞いて、その戦術っていうものがどういうものだったり、チームが勝つためにはやっぱその個人戦術っていうこのスキルっていうところ、やっぱりアクションするって言っても結局相手に合わせてるっていう今の現状だったりとか、そういうものも全部こう今あの風間さんの言葉聞いて、あ、なるほどなっていう、すごくまあ学ばせてもらいましたし、あのやっぱりこの風間さんの言葉一つ一つが、まあ、こうメッセージじゃないですけど、この先日はその、まあ、練習をちょっと当て込んでたというか、もちろん自分の引き出しの中だったんですけど、正直その練習というよりもその何のための練習なのかとか、止める蹴るとかいうところを、何のための止める蹴るなのかとか、だからそういうものがすごくあの理解させていただいたっていうところと、いろんな監督が提示してもらう練習、今まで自分が体感した練習も含めて、でも監督としてどうやって選手たちに促さないといけないかっていうところも含めて、もうちょっと奥が深いなって思いすぎて、
僕も聞いてる内容が多分その手前のとこの手段のことを聞いてたと思うんですよ、その練習内容とか。でも風間さんもっと先のことっていうか、どこで何をするかとか、そのために必要なものっていうところで、ボールが止める蹴るが止めるしっかりとできてれば、それ相応にボールがしっかり運べるとか、だからそのための、まあ、練習は提示はするけど、その意図というかその意味っていうのは選手たちにしっかりと理解してもらう、うん、という部分だったり、ちょっとこうその手段の部分を議論してたなっていうことが自分でも思ってて、やっぱそこを指導者って監督ってその先を考えて、もっとこうチームが強くなるためにはっていうのをしっかり考え方からやっぱしっかりと構築していかないと、どんどん強い相手になってきたらなればなるほどそういうもの必要なんだなっていう感じさせられました。あの見てる選手、今選手たちってもともとこう止める蹴るっていうのが根本にこう運ぶ選手でも、もともとはそういうものを持ってる選手たちだったんですか。いやだから時間がわからないから、はい、それをちゃんと教えてあげないと、はい、時間ってどうやって縮まるんだっていうか、はいはい、その技術がやっぱりねちゃんとしないと。で結局この止めるも、はい、止めてしっかり止まると自分のところに相手が止まるわけよ。そうですね、そうですね、本当そうですね。そうだからそれを止めれないと自分の位置を持たないとダメで、そういうのをずっと練習しなきゃいけないから、それを持ってる選手ってほとんどいないんだよ、少ない。それが今度は揃ってくると、はい、例えば今っていうタイミングで動いてる。だまだまだこれはもちろん足りないんだけど、もこれは俺たちの中ではもう少年から始まってるから、すでに自分のこれもそうだし、止めでは全然ね、今のボールだってちゃんと蹴れてないじゃん、そうだから例えばボールだったら蹴るあれでも俺たち質をあれするのね、はい、回転があるボールは遅くなるじゃん、はい、そうですね、はい、だからしっかりマシン叩きゃ回転じゃないし、その時間ってことですよね。そうそう、全部時間だから正確にやるってことは。この中で受けなきゃいけない。今は運ぶの失敗だね。運ぶでも止めるでもない。はい。運ぶも止まってないね。はい、そうですね。基準がわかるでしょ。はい、わかります。そうそう。今のはカチッと止まってるわけですよね。そういうこと。で、こういうのがこの中で見えてくると、指導が注意じゃなくてしっかりしたアドバイスと改善できるようになる。はいはい、だから今のも捉えるべきじゃないわけ、はい、そうですね。はい。だから相手よりも自分たちに、自分のミスだから。そこをしっかりしないと、これもそうだよね、自分の置き場所が遠いだけでそうなる、はい、これもそう、このボールもそれが悪いから、そうするといくらでもうまくなる要素があるわけです、ね、そうそうそう、自分の位置っていうのをさ、しっかり持つと、はい、俺ここなんだけど、俺ここなんだけど、はい、蹴る蹴る位置がここなんだけど、はい、そこにピタッと止めればもう大丈夫、はいはい、ピタッて、例えば自分の足踏み替えるだけでいつも同じだから、はい、だそういうものをしっかり持っていけば、はい、もう自分のもう体の中に染み込ましちゃえば別に来たってそうです、ね、もう慌てないし、はい、時間早めることもできるし、ね、でそれが揃ってくると、はい、今度はフリーになるタイミングが発揮してくる、そうです、ね、動くタイミング今しか止まったから、はい、余裕になったでしょ、はい、余裕ありましたね。プレッシャーがあるかないかっていうのも自分次第でもあるってことなんだから、この流す時間だけで無駄じゃん、はい、今だと本当ちょっとしたことですよね。そう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 、でも、これも今逃げたじゃん、そうですね、はい、逃げるこのボールちょっと動かすだけで相手って、はい、あの自分の懐入ってくるから、はい、それピタッと止めちゃったら多分止まるんだ、うん、まだまだいくらでも上手くなる、はい、これでもうこれでアウトだな、振った後ろに出ていったらさ、はい、まあ、その時間を本当にチームで揃えてやれるかどうかで、はい、なるほど、うん、
十分な戦術でしょ。そうですね、いやいや本当そうですね。そうだからみんな意外と見えないから、はい、なんか立ち位置だったり、うん、なんかそういうのばっかり、そう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 、注視しすぎて、あのそうですよね、そうそう、それ戦術って言わないから、はい、パズルだから、そうですよね、そういうことですよね、そうそうそう、今の作家って例えばさ、この大きさをグラウンドに持ち込むことはできるわけじゃん、はい、あ、そうですね、はい、ね、だからそうしたら別にこの大きさでいつもやった方がいい、強いわけじゃん、うん、確かにいろんなシステムやるより、はい、この距離感でってことですね、そう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 、でもこれがもし選手が強かった、さっき言ったみたいにグラウンド大きくしたっていうわけよ、はい、例えばこの選手まだ短いパスもピッチリはいかないから、はい、だからそれを例えばすげえ速いのをいつも 30m をパンパンパンと蹴れるんだったら、はい、そのぐらいの大きさにしたら多分向こうは今度は追いつかないよね、はいはい、だからそういうことも考えればいろんなことは考えられるんだよね。で今日は、2人ね、あの一緒にプレーをしてもらうん で、大久保嘉人はみんな知ってる通り、あの技術員なんだね、ここのこれからちょくちょく来ることになる、来てもらうと思います。であと、もしナスさんの、みんな分かる、知ってるね、ここ日本代表選手、今ちょっとじゃあ2人に挨拶してもらいます。ナス大輔です。まあ急遽、風間さんの指導をちょっと勉強しにっていうことで僕も勉強しに来ました。みんなと一緒で限られた時間なので、みんなちょっと本当ね、僕も風間さんの指導を受けられるっていうことはすごく非常に有意義な時間にしたいし、みんなも本当これから多分成長スピードっていうか、まあ成長過程の中で時間って限られてるので、本当に無駄にしないで、時間は有限なので無限じゃないので、一個一個のしっかりこの風間さんの言葉も大久保選手のプレーもそうだし、全部しっかりと学んで次につなげてってもらいたいと思うので、短い時間ですけどよろしくお願いします。こうだもんな、これでダメなんだもんね。うん、これでもダメ。はい。マッチ蹴るときさ、蹴るときどこ？ここ。はい、そこに。ここに置いて、はい、自分の一番いいところ置いて、そういうの。だからもう、バッチで、止めたらもう、あの、止めたら、止めたらもう。はい、まだ後ろですね。ああ、これでも前だ。このくらいか。ないな。どうかって言ったら、自分が一番走ってても蹴れるところ、それから次の瞬間にもう動かせるところ、そこへ止める、そこだわらないと、それをよく取りって、例えばこれを止まりましたって、こう止まったとしたけど、相手どう？が自分のものないと食っちゃうよな。だけど、自分のところに2つ止めれたらもう俺、蹴れる。こんだけ時間あるんだ。で、来れないよな。そうすると相手が止まる。今だとちょっと違うだけで、蹴れないと思ったら相手は分かるよ。で、ちょっと違うだけで相手は来ちゃう。自分の位置を自分の位置やってるよな。探させてるよな。そこに止めろって。そこに正確に止めて、そしたら今度すぐ蹴れるな。で、ボールもどう？みんなのボールどう？みんなのボールどう？こんなボール多くない。なあ、止めたらしっかりここで、いつも言ってるな、回転しないようにボールをしっかり蹴る。止めたらそのまま蹴る。いい。全部早くしろ。だから自分の蹴れるところに置かなかったら、もう一回触ったり、もう一回体を動かすことが無駄な時間だ。いい。そこをちょっと頭入れて。はい、行こう。
攻める蹴るっていうところの奥深さ意識を変えるだけで質が変わるんだなと思って、あと本当止めるっていうところもどこに止めるかっていうところ、あと本当にしっかり止め切るっていうところで相手のプレッシャーがかかんなかったり、それにそのボールを止める位置によって相手が引き込んで時間が持てるっていうか時間を作れるっていう、でここまでこう奥深いと思わなくて、この本当にちょっとの一コマなんですけど実際やってみて本当にスキルが上がる、あと実戦と一緒で時間がボールが止まった後のプレッシャーがかかっても時間が自分の感覚でこう作れるっていうのがすごく体感レベルで理解できて、いやすごいなっていう、あの本当にこの多分本当に多分小学生年代とかでも本当に時間作れたりとか、いやこれ昔あの前からそのずっとやってれば上手くなるなっていうのはもう率直に思いました。はい、ありがとうございます。はい、あ、なるほど、あ、なるほど、なるほど、コントコーチがこれ一発出してこういいパス出してるからここの時間があるよな、まあ、これゆっくり出してる、で2人引いて2人引いて、そう、それが分かるな、だから時間ってみんなこういうのも全部時間これで止めれるんだから別にいいよな、最後渡してやる、はい、行こう、そうそうそう、全然こっちがいいよな、分かる、時間が、そう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 、これでまたしっかり止めよう、うん、じゃあもう一回ちょっとだけ行ってみよう、うん、ナイス、あ、運ぶっていう、なるほど、なるほど、あ、これは別に普通にこれでいい、ナイスプレッシャー、ナイス、はい、ナイスプレッシャー、いいプレッシャー来て、いやこれだな、ギリギリまでディフェンスができた、こういうことか、止めれたね、あー、こういうことね、最初のフェイントのとこで、そのぐらいこだわれ、それじゃないとゴール前では外せない、パスも出せない、でどんな、あ、本日ちょっとありがとうございました、じゃあもっと、いや本当現役の時に出会ってなかったなっていう、いやこの本当短時間で全然変わるんだなと思って、その意識することとか、もう本当ボールを止めるっていうこと、うん、それでどんだけ時間が作れるっていうのが、いや本当体感レベルで、いやこれを積み重ねるともう本当そうなりますね、勝手にこう止まって相手が止まるっていう意味が分かりましたし、そういうことですね、はい、まあ分かっていただけてよかったし、まあでも本当にこれはもうあとは返すしかないんで、そうですよね、はい、そういうところをしっかりやっていけば、はい、先ほど言ったみたいなチームの時間がもしそこに行ければ、はい、すげえ早く期待してます、はい、頑張ります本当に、はい、貴重な時間ありがとうございました、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 もう本当率直に現役の時でやってたかったなと思ったんですけど、いやでも本当このボール止めるっていうことがこんな 奥深いって思わなかったですし、そこまでやっぱ意識するっていうのは意識すればこの結局ボールをしっかり止めて、で自分 の, このすぐ蹴れるところに置くっていうことがどれだけ重要かっていう、だから僕はなんか本当にこの手段として戦術とかいろんなことを考えてたんですけど、まずそもそもの基礎の部分がこの止めるっていうところがどんだけ時間が作れて、その戦術っていうものに対してどれだけ重要なことかっていう、
ものを学べたので、これも多分あのサッカー人もみんなに当てはまることなので、すごいいい時間を、はい、過ごさせてもらいましたもん。多分僕こういう目線でプレーヤーの時にボールを止めるっていうのは、まあ、自然に体幹で止めて蹴るっていうのはもちろん意識はしてたものの、その意味っていうところまで、あのボールを止めるからこそ相手が意図するところに止めるからこそ相手がもうプレッシャー来れない、それはもう次に蹴れるモーションに入るからとか、だからそういうところを人をこう運びながら動かすとか、そうやって剥がしに行くとか、なんかそういうことは意識してたんですけど、本当に止めるっていうのを注視してここまで考えたことなかったので、あの本当にこれがどれだけこのスキル戦術につながる大きなこの止める蹴るっていうところがどれだけその戦術につながるとか、あ個人のスキルにつながるっていうところの意味を、まあ、初めてこう知ったというか知れたっていうことなので、これって多分本当、まあ、今からでも多分僕がこれを練習すればもっと上手くなると思いますし、すごくそういう意味ではウィナーズのメンバーにとって本当みんなにこう知ってもらいたいというか、この意味を伝えられたらいいなっていうふうに、まあ、伝えないといけないので伝えて、まあ、個人のところから戦術ってものにつなげたいなっていうふうに思っています。はい、ということで本日はメガさんにオフェンスのテクニックを教わろうの回です。一番の課題、まずですね、レバさんがどういうボタン配置をしているのかっていうところをね、聞けたらいいなと思うんですけど、はい、ちょっと教えていただけますでしょうか。はい、じゃあ実際に画面を、はい、オフェンスに関しては自分は特に変えてなくて、まあ、ダッシュは R2 で、まあ、そのままやってます。で、その理由としては、リフトボールから R2 半押しすると少し細かいができるようになっていて、それで緩急をつけるドリブルっていうのを、まあ、後ほど説明するんですけど、R1 でダッシュをしてしまうとダッシュドリブルか普通のドリブルしかできなくなってしまうので、R2 にするとだからだ、俺中間というか間でちょっと早いけどこうドリブルしやすいドリブルができるようになるので、基本はこのまま変えずに私は R2 でやった方がいいかなと思います。めっちゃ好き、情報俺は知らなかった。そうそう、みんなに合わせて R1 でやった。 R1 だったよね、はい、俺は R2 でやってたんだよ。だからだだから攻撃うまくいかない。じゃあ、まあ一つ目なんですけど、まずシュートの内訳というか、どの場面でどのシュートを選択した方がいいのかっていうところを、この左上の方に書いてあると思うんですけど、まあ四角、まあ普通のシュート、R2 をサイン玉で押し込んで四角をすると、コンサートから追加された、まあ、インパクトシュート、そして R1 と四角がコントロールシュートで、L1 と四角でループシュート、まあ、この4つが、まあ、基本はシュートコマンドになるんですけど、基本は手がない中ではコントロールシュートでいいかなと。もう隅にコントロールシュートを蹴るイメージで、でペナルティエリアの外からは、まあ、インパクトシュートを蹴ってもいいんですけど、インパクトシュートの弱点というか少しやっぱり溜めちゃうんですね、なのでディフェンスに寄せられて取られてしまうっていうリスクがあるので、インパクトシュートを打つときはなるべくこうフリーな状態でやるのがいいかなと思います。最初は正直オーバーしてもいいかなと思います。それぐらいそのシュートはゲージを強く蹴るっていう意識をつけることがいいかなと。まず R2 で落下して右に行ったり、 R1 でこう、ああ、取られると今のちょっとゲージが弱かったので、うん、本当に少し強すぎるかなっていうぐらいだった。おお、まあ、ファーに打ったんでちょっとニアに打ってみたいです。強めで、ああ、オーバーしたんだけど、こういう感じで、今みたいに少し時間が経ってしまうとキーパーがどんどんニアに寄っていくので、はい、そこも、まあ、見ながらっていう形で、そこ見てたんや今ちょっと違いが分かったんで嬉しいです。
前回あの試合させてもらった時に結構自分のドリブルであの突破してたシーン多かったと思うんですけど、まあ、緩急のドリブルっていう形でダッシュドリブルと、スティックだけのドリブルと、うん、R に半押しの3つを使った、うん、ドリブルで、まあ、今、相手がいない状態なんですけど基本、まあ、ダッシュで切って相手が近づいてきた時に少し弱めて、で少しこう外に開いたりして一気にこうスピードに乗るみたいな、ずっともう全開では押してないんですね。そうですね、ずっとダッシュを押してしまうとやっぱりどうしてもこうでかくなっちゃう。急に切り返したい時は無理なので、切り返したい時はしっかりダッシュを離してやるとだいぶ違うかな。ゴール前でってなると結構やっぱり相手のディフェンスも突っ込んでくることが多いので、そこをこううまくかわしたりっていうシーンができると。これはそうですね、でちょっとだとこうなってみたいな、細かくするときはこう、はい、細かいね、時に加速。いやでもそんなようなことやってたよ、さっきこの千枚エリアで。本当だ、やばい。もう選手の能力によってドリブルのしやすさとかあるので、これはそうなんだ。あ、本当だ、ちょっとこの字ちょっと大きいかもしれないですね。ちょっと、本当だ、ちょっと遅い、うん、はい。シザースとかそういう系のあれ別に特にいらないってことですよね。そう、あんま使ってなかったですよ。自分はほぼ使ってないですね。まあいろんなルーレットとか、ね、そうですね、ダブルタッチとかあるんですけど、ね、本当にこの緩急のドリブルだけで全然突破できるので、うん、じゃあ最後に、はい、バシューキャン、キックイント四角×か、丸×でできるんですけど、うん、ここは結構、まあ、好みで分かれるというか押しやすさ、自分の押しやすさによって変えていいかなと。まあ、今作からあのマッチアップっていう機能が守備に追加されて、相手がマッチアップをしてるときにこのシューキャンをすると相手が引っかかってくれるんですよ。マッチアップっていう技がだいぶ強いので、やっぱ相手も押してくるので、じゃあ攻撃のときは逆にシューキャンをして相手をかわそうっていう形です。で逆にあのマッチアップを押してないときに関しては中堅はだいぶ弱くなっちゃう、相手読まれちゃうんで、そこの読み合いがかなりあるかな。深いゲームだ。中堅の謎ってなほら、あ、絶対難しいですよ、ね、今の前にあれ、スティックも大事。スティックも、スティックも、なんで左に行かないんだろう。進行の、あ、これは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 あ、これこれにまた緩急のさっき申し上げたと思うんですけど、ドリブルを合わせていくとより効果的になるから、スピード上がってくるの。あ、これ難しい。でも負けづらい。スティックを何もせずにシューキャンのコマンドだけを入力すると、あのそのまま足元に止まる形の。なるほど、あ、さっきやってたやつですね。はい、ストップ、ストップみたいな。これで、あ、移動してる時とかにもできます、ね。前に、これで話しながら、前回の試合やらせていただいた時に、あの、まあ、PK 高くとかの時に、もう触ってたのにもかかわらず入るっていう、ものすごいシュート、PK、ゲージがそう、マックス、あのちょっとやり方伝授していただけたら、もう俺ら最強に、ね、もう優勝よ。PK もらったことねえだろ。今、R1 を1回押すと、オンラインだと相手には見えないんですけど、オフラインの状態で R1 を1回押すと、どこに切りますよっていうのが、スティックこう動かすと分かるんです。オンライン俺見えてないですか。オンライン相手見えてない。うわっ、はい、俺隠してやってる。隠してた。マジで。さあ隠せよ。で、一応選手にも能力があって、このキッカーの、名前の右に数値があると思うんですけど、まあ、これが結構大事かな、で、ゲージに関してなんですけど、基本上に切るときはあまり、まあ、強くなくていいかなと思うんですけど、まあ、下のこうスティックを下に最大限下まで傾けて、ゲージマックスでも蹴ってみるとしっかり。うわー、なーにーなの。なるべくゲージを、まあ、オフラインだと
同じにしないと少しこうゲージが、まあ、7割とか8割だとあれ少しサイドに蹴ってるのかなっていう、基本ゲージは、ずっと同じ感覚というか同じ強さでやった方がいいなと思います。見えるときはいいけど見えないときはもうカウントが、そうですね、もう大体覚えてます自分で。こうすごいな、さっき出してなかったっすね。トレーニングモードでしっかり、あ、このぐらいだっていうのを、それがね、食えば今じゃ目つぶってでもできるってことですかね。確かに、まあ、ちょっと痛い、一回ですね、確かに絶対緊張するよ。練習する前に、沖縄の2試合と J リーグ OB とリベンジャーズのフィードバックをちょっとやりたいというところで、ここまず運んだ時に翔平が下がりすぎなかった、この間によってここのね2トップが締めたよね。うん、素晴らしいね。しっかり止めることによって相手が、あ、いいサイド、いやー、ゴール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 、キーパー、ないからないから。バムシフード。ネイマール、ここをかわした。ボックス内へ、クロスフォード、チャンス来た、メッシコナミ。